この線路を両脇からホームで挟み込むスタイルの私鉄の終着駅感のあふれるこの感じ、大変いいですね。ここは大阪近鉄上本町駅です。緊急事態宣言も解かれまして、一気に皆さん各地にご旅行ということになりまして、近鉄が誇る島風も平日も全ての列車が満席というようになっているようです。近鉄は上本町駅、地上ホームと地下ホーム2箇所あるんですけれども、ここは地上ホーム、こちらの方が終着駅タイプで、いわゆる端っこが途切れているタイプです。私の後ろ背中側にはもう線路がなくて、ここには6つのホーム線路が並んでいます。およそこの地上ホームから出る近鉄の列車は、いわゆる伊勢島方面へ向かう特急とか、そういったものが出発するということになっているようです。あと名張行きの急行とかね、そういったところ、伊豆川駅とかね、あっちの方に行く急行電車もここを出発しているみたいですね。もちろん奈良方面に行く列車もありますけれども、地下ホームは2線しかない、かつ難波方面へ向かう列車もたくさんありますので、あまり難波行きとして走る列車以外はね、この上本町はここを終点としているみたいです。今しがたね、この9番乗り場から名張行きの急行が出発したんですけど、もう次の列車が入ってくるようです。賢島行きの特急ということで、伊勢島の方まで行く代表的な特急の一つですね。おー、すごい10両つながってるな。長いですね。多分平日の朝とかだとこういうのがたくさん来るんでしょうけども、大阪上本町は10両ギリギリのホームの長さしかないみたいです。本日のツアーは一応満席とのことです。ただし1人2席使用ということが確立されておりますので、2人並んで座るということはないということになっています。上本町駅出発時点でこの車両にはね、私の他に4名しかいらっしゃらないので、これから先、大和八木とかね、その辺りから他の参加者の方が乗車されると思われます。ですので、人がいない今の間にたくさん車内をこう見ておきたいと思います。いや、かっこいいですね。出発しました。4号車最後尾ですが、後面展望もご覧の通り、
展望部分はね、さすがに人が何名かいらっしゃって、まあ、子供さんもいらっしゃったんでね、邪魔しないようにということで、1階部分のコミュニティスペース降りてきました。ここは誰もいませんでしたので、ここならゆっくりできそうです。まだね、人あまり乗ってきてないので、多分次の停車駅、鶴橋からもね、何名か乗られたんですけど、まだまだ席が埋まってませんので、これからたくさん人が乗ってくると思いますから、人が乗ってきたら自席でおとなしくしておきたいと思います。それまでにいろいろ車内散策をしたいですね。ここは靴を脱いで上がる必要があるということで、靴を脱いで上がっています。フローリングはいいな、これスベスベしますね。これ多分ね、倒れるかなと思ったら倒れない、ただのやっぱクッションですかね。子供が遊ぶスペースというような感じだと思いますので、こういった硬いところにちょうどこれ頭とかが当たるような高さじゃないですかね。1メートルないぐらいかな。こんな角にね、当たったら大変ですから、こういうクッションを設けてるんだと思います。こういったところには角ない代わりにテーブルがあって、いろいろなんか物を置いたりね、できるんでしょうね。いや、ホームが低いということで気がつく、ここは1階部分です。いや、この空間いいな。意外とこういうところって人来ないもんなんですね。結構こんなね、あの貸し切りの列車とか乗ると、鉄道ファンの方がたくさん乗ってこられて、こういうところもこうたむろするもんかと思ってたんですけども、全然そんなことないな。参加者層ね、上本町鶴橋で、乗られた方見るかがかりは、かなり年配の方が多いイメージです。あとは家族連れで、私のようないわゆるあのコテコテの鉄道ファンみたいな人はあんまりいないですね。まあ、考えたらね、この車両ってすべての席が2階建て、2階の部分にありますので、2階からいい眺めがあるのにね、わざわざこんな1階のところになんか来ないですよね。いや、でもこれいいな。弁当ここで食べようかな。いや、ちょっとそれはやめときましょうか。両方に出入り口がありますので、このように靴を持ち運べば反対側に通り抜けることもできます。なんだろう、なんか2号車3号車の中間車の方はね、テーブルが大きいですね。手元ライトまでついてました。そしてこれは、あ、すごい、ベンチシートがこんなとこにありますね。いや、いいな。ここはあれか、車椅子用のスペースですね。なんかお付きの方とかがここにこう座られるのかな。飛鳥川を渡ると、まもなく大和八木、あちらからは京都方面からの短絡線が来てますね。臨時の特急列車、特急といいますか貸し切り列車ですから、他の通常の一般のダイヤの列車の間を縫って走ることになりますので、特急のように速く走るということはあまりなく、だいたいこうゆっくりと走っていく感じです。ですからね、車窓の眺めがね、本当によく見えるんですね。ゆっくり車窓が流れていきます。普段どうもこの5分続行でね、名古屋行きの特急が来てるみたいなんです。ちょっと反射で見えませんけど、9時3分という風になってます。どっか抜かれるのかな。
終点宇治山田に到着しました。帰りに乗る際はね、もう5時に乗るとかいうことになりますので、暗くなってると思います。宇治山田駅で降りたのは初めてなんですけれども、4つホームがありまして、かつてはこの宇治山田が終点、この先線路がなかったこともありました。今では日本がね、このずっと賢島まで続いているんですけれども、このホームからそのままバスに乗り換えることができていたということで、ドアトゥドアでね、もう乗り換えられますよね。スロープが下に続いてまして、バスがこう入ってくるんですけれども、上は狭いですから、この上までやってきて、ここでこうくるっと回っていたということだそうです。これタイヤが乗る範囲で、横の回転台外の部分は車体がこう突き出してた部分とか、そういうことになるのかな。すごい、転車台って説明ではないですけどね、転車台と書いてあります。もうちょっとなんか、せっかくここまで書いてくれるんだったらね、何かちょっと詳しい説明のプレートなんか置いてくれてもいいんじゃないかなと思うんですが、乗っていた半分以上のお客様が伊豆津川、次の伊豆津川駅で下車をされました。伊勢神宮内宮の最寄り駅ということで、次は鳥羽です。鳥羽で、一旦降ります。近鉄特急の特徴、喫煙室ですけれども、今ちょっとね、中開けてみたんですが、全然匂いがね、ほとんどしないですね。ものすごい消臭能力、機能がついてるんだと思います。ちなみにここ、こうやってね、こう使いませんってすることができるんですけど、これは難波とかの、もしくは名古屋とか近い駅で、到着したり出発したり、その近い駅にいる近く区間の間は、火を使うことができないということで、その区間ね、多分これがこう閉ざされるんだと思います。完全な思いつきで今移動しているわけですけれども、本来であれば貸し自転車を借りて、まあ、電動アシスト付きでもいいんですが、それで鳥羽まで行こうと思っておりました。しかし結構鳥羽までね、今ずっと電車走ってるんですけど、長いんですよね。意外と距離がありまして、30分ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思いましたので、急遽予定を変更しまして、列車にてそのまま鳥羽の方へ向かうということにしました。近鉄ではチケットレス、特急券のチケットレスサービスをご利用しておりまして、チケットレスで乗ることで、だいぶ安くなったりもするということだそうです。ちなみに今回私も10分前にバッと特急券買ったんですけれども、チケットレスでね、ネットでパパッと買いましたら、通常520円するところが、多分伊勢島の割引か何かで200円割引かれて、特急券320円で購入することができました。我は海の子が流れて、列車はまもなく鳥羽駅。なんと先ほど乗ってきました近鉄楽が、鳥羽から回送、鳥羽というか反対側から回送されてきましたね。どこ行くんだろう。明星の車庫とか、あっちに誘致されるのかもしれません。これなんか喫煙室の窓の方がクリアに見えますね。これ通路側の窓はね、ちょっと多分こう補正が、 UV カットかなんかの補正がかかってて青くなってるんですが、緊急事態宣言が明けた10月なんですけれども、人ではまばらといたところです。あんまり店も開いてないかな。そしてこの鳥羽のあたりというのは、近鉄電車の写真を撮るスポットがあるところでも有名で、鳥羽城の跡から背景に海をたたえながら列車の写真を撮るというスポットがありますので、行ってみようと思います。これあちら奥、近鉄線なんですけれども、これ何でしょうね。何やら意味ありげな、このまるで河川柱だったかのようなものが駐車場の周りに立っております。バイカーの皆さんもツーリング中ですが、いや、これは確かにすごい眺めですね。目の前に鳥羽湾が一望できまして、近鉄の線路もあの道路沿いをこうぐにゃっと曲がって走っております。あの先が鳥羽駅です。ここは本丸跡ということで、多分おそらく一番
鳥羽城市の中で標高の高い場所ということになるので、ここからの眺めがやはり一番いいみたいですね。いやいいなこれ。すごいこう声が聞こえてくるわけですけど、鳥羽水族館がこの前にありまして、鳥羽水族館だったかな、なんとかシーパラダイスはまた違ったかな、アシカがなんかね、そういった系の、海洋生物が確か日本で、一番人気がある水族館が鳥羽水族館だったということだったと思うんですが、すごい声がね聞こえてくる、よく響きますね。多分この中でやってるんでしょうね。声が しないかな、撮ってるとねしなくなっちゃうんですけどね。結構船が多く往来してるんですけれども、ここから鳥羽から確かね、あの伊勢湾挟んで反対側の伊良湖岬の方まで船が出ていたはずですので、あれはその船じゃないかな、なんかちょっと大きいのでそんな気もします。まあ、伊勢湾をぐるっとこう回らずに短絡できるルートとしてはいいルートだとは思うんですけど、どうなんだろうな、あの関東方面から、伊勢島の方に来られる方で新幹線じゃなくてちょっと違う方法で来るといった場合にルートになりそうなコースだと思います。あの船こっちに着くんでしょうね。うおーぐーっとこう艦首をこっちに向けてきました。伊勢湾フェリー、あ、警笛を鳴らしておりますけども、伊勢湾フェリーって書いてるからあれが多分伊良湖から来るやつですね。そして下からね音がしてきました。何か来ましたね。なんだ、賢島方面からやってきました。何倍行きの特急だったかな。こういう風にして撮れるのか。あ、そして向こう側からも普通列車がやってきますね。あ、いいなこれ。近鉄の伊勢島方面のこのここから先の区間というのは、普通列車が1時間に1本になってしまう過疎の区間であるんですけれども、特急列車に関してはね、各方面、名古屋、京都、大阪方面からの特急列車がやってくるということになっておりまして、なんと時刻表を見ますとね、こんな感じ。今11時の30分を回ったところです。今ちょうどすれ違ったのが賢島行き28分、毎時28分、毎時じゃないな、まあ、大体それぐらいにやってくる普通列車なんですけども、この前後もう全部特急列車なんですよね。ちなみにこの11時からだと13本特急列車があって、普通列車は3本しかないという、10時からの時間帯なんかはね5本特急列車が行って、1本普通列車がやってくると、そういった具合になっておりますので、ここでねこう眺めてるだけでも本当楽しくなりそうだと思いますよ。そして11時58分、あと20分、30分ほどで近鉄の誇る観光特急島風もやってきます。この目の前、橋がかかっておりますこちらの島、真珠島、真珠島かなという島が名前ついておりまして、なんか真珠の、ね、博物館とかいろいろあるそうです。伊勢島といえば、伊勢島というか賢島ですかね、といえば阿吾湾がありまして、阿吾湾といえば真珠の養殖で有名な場所ということになっておりますので、この鳥羽のあたりからもう近鉄電車に乗ってても鳥羽駅過ぎると真珠のお店ばかりこう道路に並んでいるといった状態。次の列車やってきました、伊勢島ライナー。今ちょうど反対側を向いたところにやってきたんですが、先ほど通過した伊勢島ライナーが走っていっております。あ、こんな風にこっち側からでも見えるんですね。ただまあ逆光になるのでちょっと白くなってしまっています。
一通り撮りました。撮りましたというか満足したんで下まで降りてきました。いやここ結構いいとこですよね。列車の写真動画撮るとかいうわけじゃなくて、列車だけじゃなくてこう伊勢志摩を全体絡めた、もう一目でねその写真を見ればその伊勢志摩の魅力が伝わるといったような、そんな写真が撮れる場所だと思います。ふと撮影していて気がついたんですけど、ここすぐ隣がね大きな駐車場になっております。これだけ大きな駐車場なんですけれども、こんな感じであんまりこう埋まってるというふうには見えないんですよね。本日土曜日ということで遠方から来られて一泊されるという可能性も十分あり得る日程になるんですけれども、それでもこんな感じ。長い間緊急事態宣言が出ていたということもありまして、やっぱりすぐにこう、終わったじゃあ行こうというふうにはならないという方が多いということかもしれません。島風が通り過ぎました。車内を見てみますとだいぶ混雑していった具合で、皆様伊勢じゃなくて、賢島方面へ向かわれる方がたくさん乗っていらっしゃったということみたいですね。まあ、せっかく観光特急しまかぜに乗るなら最後までなるべく長く乗っていたいというのは私は本当によくわかりますので、賢島まで行きたいという気持ちも大変よくわかります。賢島に何もないわけじゃないですからね。でこの線路脇のこの道きれいに整備をされておりますけれども、ここおそらくかつて島電気鉄道が走っていた時代の線路跡を再整備したものかと思われます。このコンクリートの、これ何ですか、橋梁の、これなんかそれそのまま使ってるんじゃないのかなという気もするんですけど、そうじゃないかな。かつては鳥羽からそのまま狭軌の線路がずっと賢島の方まで進ん、つながっていて、それをまあ近鉄が買収した結果、近鉄の標準機に
差し替えて線路も強化したということになるんですが、それまで敷かれていた線路の跡、そして路盤の跡、トンネルがまだ残っているので、そこを今から向かっています。もう目の前に実は見えているんですけれども、こちらがかつての鉄道の線路の跡で、すぐ隣近鉄の島線が走っておりますけれども、結構ねご覧いただけるようにカーブ急なんですよね。近鉄も、まあ、今も急なんですけれども、同じぐらい急だったということで、このすぼんでる感じなんかも、まあ、普通の自動車用のトンネルだとないですよね。鉄道の建築限界に合わせて作られたといった感じでしょうか。反対側に抜けてきました。そんな長くないトンネルではあるんですけれども、結構ねそれですらこんな感じでこう向こう側もあまり見えなくなってますんでね、急なカーブであることがわかります。隣にあります近鉄の島線はトンネルを抜けたところにすぐに駅があります。何駅だったかな、中野郷駅。昔の中野郷駅はまたちょっとこことは違う場所にあったそうです。先ほどの鳥羽中野郷間の雄大な景色とは変わりまして、中野郷から先近鉄線は単線になります。一部単線、まだね複線になったり単線になったり繰り返すんですけれども、ここから先はご覧のような感じで、なんともここに観光特急が何本も走ってくる路線とはちょっと思えないような感じ。ローカル私鉄のなんか 2両ぐらいの、ね、電車が1時間に1本来る、まあ、今の普通列車がそういう状態なんですが、中野郷からさらに賢島方面歩みを進めておりますけれども、先ほどに降りました鳥羽城址があちらに見えておりまして、北側あれ逆光だとちょっと白いですねと言っていたところぐらいまでやってきました。線路はこの先右にカーブして、あの切り通しの中に入っていきます。踏切が鳴り始めました。何か来るな。線路沿いにどんどん歩いて賢島方面まで行ってみましょう。鳥羽湾の方に流れ込むこれ鴨川がここからまた、ちょうど下流のところになってまして、鴨川がここから始まっておりますというか、ここが終わりなんですけれども、午前中の各方面からの観光列車の到着ラッシュが終わると、また1時間に特急2本普通2本というダイヤに変わります。なのでそれまでにたくさん撮っておきたかったんですけど、もうだいぶ撮れたかな、もう1時を回りましたんで、これから近鉄島線の列車の本数は午前中の半分になります。午前中はだから特急列車の本数が多すぎて、普通列車の本数を減らしてたということになるわけですよね。午前中1本、1時間に1本しかなかったのが、午後からは1時間2本になります。海藻の島風がやってくるようです。中野郷から続いていた単線は一駅区間でとりあえず終了ということになっておりまして、ここでまた複線に戻るわけです。ですからちょうどこの単線区間の前後、この駅のあたりで2本の列車が離行するというタイミングになっておりますので、先ほど鳥羽城址から撮っててもね、2本両方からやってくるということが多かったわけですね。あれは多分倒木の恐れがあるとかそういった理由で伐採されたんですかね。あそこだけ木が切られております。
そこに見えるのは船津駅ということになっておりまして、鴨川をずっとまだ沿って登ってきているといった状態。ちょうどこの辺りですね、結構これいいスポットなんじゃないのかなというふうに前乗った時にねちょっと見て思ったんですけど、カーブに沿って裏側はすぐ山道がありますけれども、裏道のため車はほとんど通りません。近鉄のトラックが走っていきました。何か保線の道具でも積んでるのかな。どうもこの船津から先は線路と道路が離れてしまうようで、これから先どうしようかと思いましたが、そこからね取ろうとしてたらこの電車を乗り過ごすと次1時間後にしかないということで、これで鳥羽方面に戻ることにします。富士山田まで戻ってきまして、こうお腹が減ったなということで、食べ物屋さんを探しておりました。駅前横丁というところがちょっと駅の南側にありましたんで、ほとんどお店がね閉まってて開いてるところがなかったんですけれども、このお店唐揚げ丼が、売りなところ、満腹なんとかって書いてたかな。店舗が3つぐらい中にあって、そのうちの1つ、私以外誰もお客さんがおりません。お客さんが多い時はね、ここにも厨房があるんですけど、この部分でね、作るんだと思うんですけど、今は3箇所あるうちの1箇所で、給仕をして、ここまで持ってくるということになっているようです。結構有名なとこなのかな。だからサイン色紙がたくさん貼ってありますね。あ、そうそう、満腹食堂だ。多分有名なんでしょうね、この辺りだと。早速お持ちいただきました。ものすごい香ばしい胡椒の香りが漂ってきます。唐揚げ丼、卵がかかってるんですか。ちょっと絶対美味しいぞこれ。ところ変わりまして、ここは伊勢神宮外宮の北側の付近です。現在伊勢神宮に向かうには JR の三宮線か近鉄の山田線ということになっておりますけれども、かつてはもう一つ線路がありました。もう一つ言いますか、別の線路があったわけです。それがこちら、伊勢電気鉄道の大神宮前駅がここにかつてありました。唯一大神宮前という駅がここにあったことを示す看板なんですけど、ポンとここにこんな感じで置いてあって、説明はねこの裏にあるそうです。これですね、伊勢電気鉄道大神宮前駅跡。隣にはこう歴史がずっと書いてありますけれども、この辺りの鉄道というのは本当に、伊勢神宮に向けて線路の引き合いがあったというような感じで、さまざまな九州合併が繰り返されて現在の JR と近鉄に収まったといったことになっています。この場所は本当に外宮の目と鼻の先で、現在の JR や近鉄の伊勢市駅よりはだいぶ近いというか、本当すぐそこなんですけれども、なぜこちらの方が廃線になってしまったのかというのはよく分かりません。多分拡張性がなかったとかそういうことなのかもしれません。廃線跡の多くは道路に転用されておりまして、道路をたどることで、かつての、この伊勢電気鉄道の線路を思うことができます。この先にねトンネルもあるんですけど、そのトンネルも伊勢電気鉄道時代のまま使っているそうです。まあ、多少改良はしているでしょうけれどもね。ちょうどこの看板の目の前で道路はぐにゃっとこちら側に曲がっているんですけれども、かつて実際にはこのまままっすぐこの画面奥の方向に進んでおりまして、あそこ NTT の建屋があるんですけど、ちょうどあの辺りにかつての駅舎があったそうです。でそのねこの右側も森が見えている分、これ外宮のもう敷地なんですよね。本当に近い。名古屋駅快速三重が今ちょうど通過していきましたけれども、あ、伊勢島ダイナもやってきましたね。ちょっと
柵があるんであまり見えませんが、ここは伊勢市駅よりちょっと北に来たところです。これから歩いて伊勢市駅の方に戻るわけですけれども、せっかくなんでね、線路際を歩こうかなと思って線路際まで出てきました。これ右側のこれはなんか火事かなんかで焼けたんですかね。近鉄線側の柵は低いので、このような形で見ることができますね。賢島方面行きの特急がやってきました。次の列車まで見たいと思います。向こうの踏切は鳴っていますが、こちらの踏切は鳴っていません。おそらく伊勢市駅に入った段階で向こうの踏切が鳴り出して、出発するタイミング、あとは出発の準備が整ったらこちらの、警報器が鳴ると、そういった感じになっているのかなと思います。